ちょっとでもあれをね放置していくのもねなんか嫌なんで、グリーンか倒してみますか。ちょっとねたまにはなんか声がしたんだが。よし来い、よし来い、来い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 、来まない、どこ行った、どこ行った、てかタイプライターとアイテムボックスがある部屋でダメなのはダメでしょ、てか消えたし。せっかくこちとら覚悟してきたってのによ。じゃあこれは一旦預けて、クランク持っていきゃいいのかな。この状況だとハンドガンもどうかなって感じですが、どうでしょうか。一旦ハンドガンいらないか、5発のために持っていくのもねあれなので、じゃあクランクを入れてこれでいきましょう。さあ、というかさっきの化け物はどこへ消えましたか。外ですか。どこだ、どこにいる、え、マジで消えた、こっち向くな。そっち向きますね。そっちにいるんですか。マップ的にはまあここは、あ、でもなんかあの矢印はなんだ、戻れんのかとはいえあんまりここに長居したくないので帰りましょうか。ん、こんなとこあったっけ、こんなとこでしたっけ。全然、ああ OK ですね。でこれでこっち、うん、おい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 、何何、どこ、おお、こんにちは、後ろから失礼、失礼します、失礼しまして、失礼をいたしまして、よし OK ですね。まあこんなにバカバカ打っていいのかってね話ですが、よいしょよいしょ、まあもうね戦わなくていいならそれに越したことはないですね。うん、そういうことにしよう。よし、カラス君たちはちょっとおとなしくしておいてくれよ。はい、ここは結局、あ、まあクランクはありましたけどそれだけですかね。よし、登っていって、さあこれでこっちに行けば、犬はいないね。これでここでこいつをこうしてこうやれば、あれ位置が悪い、こうですか、ほい、よし、そして自動で回してくれる全自動クリス君、センキュークリス。さあ入って水が抜けて、道ができたと。遠くで滝の流れる音が聞こえる。うん。
あれ、クランクはまだ使うんですかね、これ。まあ、持ち物圧迫状態はあまり好むところではないが、一旦行きましょうか。さあ、あ、ここはただ通れるようになるだけですか。よかった、なんか地下水道とか進むことにならなくて。で、こっちへ行って、こっちへ行って、ここが開いていないという。おっと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 、動いたよこれ。びっくりした。急に動きやがってよ。で、ブルーハーブがある。青色のハーブが生い茂っている。今扱う必要はないようだ。ああ。生い茂ってるところっていうのは。ていうか、ここら辺からカラスが、ここどこですか？ああ、普通に、新しいところですね。そしたら、勢いよく流れてる滝。ああ、これの音が、奥に何かあるようだが、こう。奥に何かある。ちょい。こいつ、ちょ、落としたいが、あ、よくないね。これ全然よくないね。あ、やめて。やめてください。弾を無駄打ちするのもよくないですね。組み合わせしといて。こっちが、戻り道だから、こっちに行きゃいいですか？こっちはいける。うん。で、レッドハーブがある。まあ、ここら辺は一旦置いといてもいいかな。ちょっとまだ待ってください。なんか雰囲気のあるところに来てしまいましたが、蛇か、毒がポイズンアタックされる。ここは、いや、もうガンガン行くしかない。ここまで来たら。はい、怖い。お、何ですか、ここは。また室内？寄宿舎。あーはー、困りましたね。寝室内ですね。それはブルーハーブ取らないです。おー、いっぱいある。花用の害虫駆除スプレーが置かれている。中は空。さて、不穏な音楽が流れておりますが、こんなん絶対怖い。やん。こんにちは、クリスです。もう後戻りができへん。お、この音楽は。この心の安らぐ音楽は、まさか。やったー。タイプライターとアイテムボックス。や、じゃあこれ拾って大丈夫やん。取ります。おー、先行手榴弾も取ります。なんてありがてえ場所だ。インクリボンもあると思ってますね。いいです。すぐにちょっと箱探すんで、箱。あー、灯油もあるね。素晴らしい。なんて素晴らしい空間なんだ。これでクランクは一旦しまっといていいですかね。で、スプレーもしまっておいて、どうしましょうか。とりあえずインクリボンを回収して、はい。で、この部屋はこんなもんですか。こんなもんですね。よしよし。いや、セーブはというか、なんだろう、新しいところでね、セーブできる場所を発見したのはありがてえ。安らげる。これでちょっと記号を大きくして探索できるってもんですわ。
とはいえとはいえここは鍵がかかってプレートに001と書かれている。うん、何でしょう。ここは落ちそうだけど大丈夫か。なんか乗ったな。乗りました、降りました。こっち行ってみますか。だんね。ガチャリ。ちょ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 い、まあ待てや。落ち着いていこうぜ。そうか、これ乗れるのはなんかありそうですが、ここは落ちない。落ちるよね、落ちるっていうかそういうレベルじゃ話じゃなかった。今の食らいました、食らいましたね。ダメージ系ですね。こっちはいける、いけます。ここはあーもうまたそういう通路ですか。ここには役に立ちそうなものはないと。あん、窓があるよ、やだよ、やだ。いやいや、新聞が散乱してる。スターズについて書かれている記事が目立つ。うん、嫌やぞ、わしは嫌やぞ。鍵がかかっている。プレートに、ん、ギャレリー。002。ちょっと待って。すぐマップ見たがるんだから。もうこの奥は何がある。おっと、やった、地図だ。いやー、そこそこ広いね。でここもまだ何か調べるものがありそうですが、はい、よし。壁板に穴が開いている。いやいやな、なんか巨大な蜂の巣、やめてねえ。いらないんだがそういうの。いりません、いりません、そういうのいりません。倒した方がいい。いやいやいや、やめて、やめてやめて、死ぬ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 、やっぱり死ぬ、死ぬからやめて。いや、余計に調べてしまった。でここは通るとあれだから、この上を通っていけということですか。通れねえし、降りれない。クリス君高いとこ苦手ですか。これ以上はこっからは降りれない。これは押せる、押せない、こっちはいけない。ということはもう一発食らうの確定ですか。これお願い、食らわない。食らうよね。食らうよね。食らうから、おそらくこれを、てかお腹押さえちゃってるし、これで塞いどかなきゃいけないのかなと思いました。使いましょう。はい。これで塞いでおけば、ちょっと失敗したか、違います。だってこっちなんとかダメじゃん。違います。これを押して押すと、これで大丈夫ですか。試しに行ってみましょうか。大丈夫ですね。はい、よし。おうおうおうおお。ダメじゃねえか。あれ、ダメなのこれ、ダメなんですか。さて、じゃあどうしたものか。
雲退治とシャレ込む感じですかね。ちょっとここら辺全部取ってボックスにぶち込んでおくかな。これって調合できるんです？できないですね。しかしこれでこの場はクリーンになったね。さてちょっと雲退治としゃれ込みましょうや。これらを預けて念のため調合ハーブを。雲は毒があるんですかね。どうなんでしょうか。まああったら戻ってくりゃいいか。ということで調合ハーブを持ち、一応調合しようかな。グリーンが余ってるんでブルーと組み合わせておき、これは一旦預けておいてショットガンマンになりレッツゴーと。さあ雲を倒せるか。いざ尋常に勝負。へいへいへい、どこだ。スパイダーはどこにいる。だっていうかこの部屋の全貌がわからん。全貌っていうかなんか回廊みたいになってる。これは調べられない。ひぃ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 、いやー怖いって。ショットガン3発も使うの、ちょっと厳しくないか。こいつはこれで、ああハーブがあるが、まあもらうだけもらっとくか、ね、ボックス近いんでね。ワインを貯蔵してある。安物ばかり置かれている。お、クリス君はワインが分かる男ですか。赤いオイルランプだ。火はついていない。つけちゃいいんですかこれ。つけますよ。赤い光の中に奇妙な影が浮かんでいる。うん、何か意味があるのだろうか。なんか見えます。ああ目か。あ、なんでしょうね。じゃあぐちゃぐちゃいってる。まだいい。あ、これもグリーン。どうしましょうか。戻って調合してもいいが、行くか行くのか。あ、ショットガンの弾がある。よいしょ。おいしいです。おいしいですが、ん、あ、救急箱やんけ。これはこれじゃ持てないので、いろいろ置いてくる前にこれだけつけていきますか。これも目が出ると。緑の光の中に奇妙な影、何か意味があるのだろうか。うん、じゃあお、ここにもあるじゃん。っていうかさっき雲がもう一匹見えたような気がしたんですが、気のせいでしょうか。これつけたらまずいとかないですか。はい、オレンジの光の中に影、意味があるのだろうか。ビリヤード台側でいい？っていうかなんかごめいてますね、向こうでね。壁の向こう側で。これ撃っていいですか？撃ったら勝てます。
あ、落ちた落ちました。ん、ビリヤードの玉が置かれている。はい、23456、並びに見はなさそうだが、うん、ギターケース中から、うんうん、なんでしょうね。ビリヤードは今のところ意味はなさそうと言われているが、っていうかスパイダーを落としてしまいました。え、おお、はい、よしよしですわ、怖いですわ、まったくもう。とはいえ、てかなんか小雲が出てきてるんだが大丈夫あれ。じゃあ一旦戻りますかね。いろいろ回収しなきゃいけないようで。さあ、アイテムを整理して戻ってきたので、お、小雲もいなくなってる。これが取れると。赤い本取ります。で、ついでにこれも救急箱をいただいて、一旦、あー違います、先行手榴弾が3つもあるぜ。救急箱をパカーして、ん、中にグリーンとブルーのハーブを調合したものが入ってた。あ、こういうパターンもあるんですね。じゃあこれありがたくいただいて、でこれは調べる、何ですか、赤い表紙の本だ、うん、これはこうすりゃしらしゃしゃしゃ開けますか。赤い表紙の本だ、中身はすべて白紙、もう特別な使い方でもあるのだろうか。まあここら辺のあれが怪しいですけどね。ランプが緑の光が灯っている。緑の光、これなんか使えたりしますか。使う、使わない必要がない、うん、緑と赤とオレンジでしたっけ。ここはもう違う、あでも緑にはなったから、アイテムはもうないが、ここら辺が何かの意味を持ってるんですかね。うん、まあでもこれで一区切りと見て良さそうなので、一旦ここでセーブして終わりますかね。うん、そうしましょう、精神の安定的にもよし、じゃあ安全なね部屋に隠れて、よっしゃセーブだインクリボンはどこだい、ここかい。でタイプライター様がここにいると。はい、セーブします。ついに発行埋まってしまった、えいよし、じゃあこれでまた次回はこの続きからやっていこうかなと思います。それじゃあ、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。